はいこんにちは中学受験桜ララチャンネルの竹原直樹です、えー。今日はね、えー、理科の科学の実験、えー、装置のね四回目です。えー、機体検知管ですねこれね。で気体検知管というのはね酸素検知管と二酸化炭素検知管となんです。で二酸化炭素検知管は二種類あります。 でえー、酸素の検知管は1種類ですでこれの目盛りの読み方を今日はやります、ねえーまあ、やり方はね、あのー、真っ白の酸素検知管にこの採取器っていうのを作ってギュッてやるとね酸素をグワッと送り込むと、えー、だん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 熱が出てね、えー、酸素がねここの部分が青くなっていくんですよ、ね、でこの時に止まったところが目盛りなんですけれどもまず酸素検知管っていうのはね トから6%から24%までの酸素を測ることができるこの空気の中に何酸素があるのかまあよくね21%普通は酸素があるとか20%ぐらいがこの中の酸素だって言いますよねだから6%から24%までが測れるようになってるわけですでどんなふうにメモリを読むかっていうとね白と青の境目を読むこういう時はいいんです ちょうど21のところで青が、えー、終わってますからこの場合で言ったら21%酸素があるわけです、まあ、普通の空気は20%から21%ですから普通の空気ですねでまあ、えー、人間がね息吸って吐いた時に酸素減ってるわけですよでそういう時の、えー、人間の吐いた息なんかだとちょっと減るわけだよねでこの時にこんな風になっちゃう時あるわけですよ、ね、でこの時14%から始まってって 20%のところで途切れてる時はその中間になります斜めの時にはその中間を呼ぶ14と20の中間ですからこれねえー、これ3だから17%なんだよねこれね6810121416ってここまでは2%ずつなんですここから1%ずつになっちゃってるんですだからこれ中間っていうと17なんだよね14と20の、ね、中間っていうとね これがまあ酸素の検知管ですだこれは吐いた息に入っている酸素の量ですよこんなのねさあそして二酸化炭素検知管二酸化炭素検知管には2種類ありますまず0.03%から1.0%を測る検知管、ね、この場合にはメモリが0.03から1.0%までしかありませんでその時に、えー、これもね再色ギュッとやると、えー、ここにね、えー、今度こっからメモリが埋まっていくんですけど これ0.03%ですよ。境目を読めばいいんです。これなんかはえ最初のね空気に入ってる二酸化炭素の量ですね。で、私たちが息吸って吐いた時には増えてるわけですよ。二酸化炭素の量がね。で、この時にえもうちょっと増えると、これって人間の息じゃないね。これも境、真ん中中間ね。0.3と0.7を斜めでスパッと切ってますから、この中間。 これ0.5%の二酸化炭素だということがわかります。で、2番目、もう一種類は0.5%から8%の検知管というのがありますで。これがまあ息吐いた後だね、これね。さあ、じゃこれ見てみましょう。ね、これ、ぜーっと見てると、その境目4%ですから、これ完全に吐いた息ですね、これね。4%二酸化炭素ということです。で、そして0.5、1、2、3、4、5、これ斜めになっている時にはこれ中間。 3と5の中間ですから、これも4%だとえーいうことになるわけだね,ね。ああメモリの,あのことだけ知ってればねあ、あ何もあの困ることはありませんから。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。